皆さんお元気でしょうか。竹島博史です。いつも温かいご声援ありがとうございます。おかげさまで8月25日に発売いたしました最新シングルプラハの橋が絶好調でございます。イエーイ。というわけでですね、はい、何をもって絶好調と言っているのかと言いますと、そうですね、まずは何と言いましても、発売週と発売の次の週と2週続けてオリコンさんの演歌歌謡のシングルランキングにおきまして1位をいただけた。これは大変な大変なことでございます。全国のファンの皆さん本当に応援いただきましてありがとうございます。今もですね、プラハの橋好調でございます。引き続き応援よろしくお願いいたします。そして、YouTube 上ではミュージックビデオも、皆様にフルサイズご覧いただけるようになっております。皆さん再生回数を伸ばすために続々と毎日朝昼晩とそしておやつタイムときっと YouTube でミュージックビデオを楽しんでいただいていることと思いますが、引き続きこの後も皆さんにも見ていただきたいですし、皆さんのお知り合いの方、お友達とか近所の方とか職場の方とかいろんな方に宣伝していただけると嬉しく思います。さて、このプラハの橋がですね、8月25日発売以降、なんだかどういうことかだかよくわからないんですけど、妙に盛り上がってるんですよね。はい、そりゃお前の周りだけだろっておっしゃったあなた、そうじゃないんですよ。本当に各方面からあちらこちらから、本当にですね、プラハの橋に関するいいお話をたくさんいただいております。それでその中でも一つだけ面白い現象が最近僕の身近で起こっているんです。それが竹島博史が新曲を出すたびに毎回ファンの皆様からお手紙やメールなどでメッセージ感想をお寄せいただくんですが、ここまではプラハの橋も今までと同じなんです。ところが今回のプラハの橋はですね、その感想だけでなく、プラハの橋をお聴きくださってインスピレーションを感じた方がですね、そのプラハの橋という歌をモチーフに想像で物語を書いてくださってきてるんですね。その物語の内容がまるでその映画の脚本を読んでいるかのような、あるいは小説を読んでいるかのような、そういうとっても素敵でドラマティックな内容が多いんです。それでこんな素敵な内容の物語、僕一人だけ楽しませていただく、読ませていただくのはもったいないなと思いまして、それでぜひこの YouTube 上でもご紹介させていただいて、皆さんとシェアさせていただきたいと思っております。それで、いただいたお手紙メールを読ませていただいてご紹介させていただきたいなと思った方に、僕からファンクラブのスタッフを通じて連絡をさせていただきます。そしてご承諾いただいた皆様のメッセージ物語をこれから紹介させていただこうと思っておりますので、ぜひ皆様楽しみにしていただきたいと思います。それでは早速ですが、いつご紹介させていただきたいと思います。ペンネームいーちゃんからです。ちなみにこのペンネームは僕今考えました。はい、いーちゃんです。いーちゃんは多分、あ、これ私の文章だってわかると思います。プラハの橋はこれから秋が深まるにつれますます聴きたくなります。私なりにストーリーを考えてみました。男性は無名の画家、女性は由緒正しい家に生まれ後を継がなければならず婚約者がいるという設定です。別れた後、青年の描いていた絵が有名画家の目に留まり、コンクールで
大賞を受賞します。晴れて2人は一緒になることを認められます。青年が描いた絵、それはプラハの橋です。いかがでしょうか。諦めずに前に進めば夢が叶う。プラハの橋が夢の架け橋となりますよう祈っています、と素敵な物語を書いていただきました。いいちゃん、ありがとうございます。最初の無名の画家、由緒正しい家に生まれ婚約者がいるという、もうこの設定を聞いただけでもう勝手に僕の中でジエンドになっちゃうのかなと思ってたんですけど、読み進めていくうちに結果的にハッピーエンドになるという、この短いストーリーの中にものすごくその凝縮されたドラマティックな内容、いや感動しますね。無名な画家だった人が突如コンクールで大賞を受賞することによって一緒になれるという、まあこれが例えばですよ、竹島ひろしがまだあのヒット曲が持てない無名の歌手だったとして、そして、相手の女性が由緒正しいお家でと後を継がなければならずみたいな話だとしたら、まあきっと僕の場合その歌手とそういう由緒正しいお家の方だとなかなか一緒になるってことは難しいでしょうね。で僕もやっぱり歌を諦めて家に入ってくれって言われてもちょっと歌は捨てられないかなって思いますね。はい、というわけで僕はこのいーちゃんの文章から自分なりに今想像を膨らませましたけど、いやこう考えると本当に面白いですよね。一曲の歌からいろんなインスピレーションを受けていろんな物語が浮かび上がってくるって、こういう風にして歌の物語を自分なりに展開していくと、ステージで歌うプラハの橋もまた一味も二味も違ってドラマティックに聞こえるかもしれませんね。さあ次のステージの時にはこのいーちゃんのエピソードをモチーフにプラハの橋歌わせていただこうかなと思います。楽しみにしててください。そしてまたこれからもですね、皆さんからぜひこのプラハの橋を聞いての感想、そして皆さんが思い浮かべた物語お待ちしております。ぜひお寄せいただけたら嬉しく思います。それではまた次回お会いしましょう。竹島ひろしでした。ごきげんよう、さよなら。泣き出した僕、どうか幸せになってください。祈るように鐘が鳴る。